ちゃ、こんにちは。こんにちは。寒くなってきたね、ほんと。いやもう、ね、はい、コンコン鈍ってきたんじゃないですか。いやコンコンは冬がベストシーズンですか。じゃあね、今ね、太平洋クラブ成田コースの、はい、6番ホールド、はい、セカンド地点にちょっと来てるんですけど、はい、まあ今日ね、ロングホールのさ、はい、セカンドショットって皆さん考えて打ってますかってことです。あー、なるほど。はい、大体で打ってますよね。大体で打ってるんじゃないですかってことなんですよ。はい、でね、やっぱりこのロングホールってさ、はい、プロにとってはまあスコアを縮めるチャンスではあると思うんですけど、アマチュアの人はロングホールで崩してることが多い気がするんですね。打つ回数が多いから。そういうことです。ティーショットもナイスショットしないといけない、はい、セカンドもいいショットしないといけないとかっていうのがね、あると思うんですけど、はい、でまあティーショットうまくいったのにセカンド失敗してっていうのはもったいないじゃないですか。もったいないですね。でここでね、まあ、どうやってプロは考えてるのかっていうのをね、はい、まあ、まずまっちゃんのこう答えを聞こうかなと思ったらもうスプーン持ってるわけですよ。まあ、そういうことしてないですかってことなんですよ。スプーンでバシーンって言っちゃいけないんですか。まあ、スプーンでバシーンとね、もちろん言っていいんですけど、はい、まあ、スプーンの当たる確率ってどんくらいなんですかとかさ。確かに、はい、フェアウェイを捉える自信あんまないですね。難しいじゃないですか、はい。でまあ、このロケーションね、ちょっと見ていただくとね、はい、まあ、右カート道の右側ラテラルっていうかレッドペナルティエリアで、はい、まあ、左ずっと斜面でね、斜面で OB ですからね、まあ、はい、でまあ、斜面は登ることはないと思うんですけど、あんまり。でも大きいバンカーがあってさ、はい、確かに、ね、しかも距離も300ヤード以上ありますからね。まあ、300ヤード以上あるじゃないですか、はい、この時にね、まあ、なるべく近くと思ってスプーンとか5番とさ、はい、バンバン打ってないですかってことなんですよ。振り回してないですかってことですね。そうでね、こっからやっぱり、まあ、パーオンさせるためにはさ、はい、まあ、1回2回で乗せないといけないわけですよね。そうですね。その時にね、まあ、これ残り大体300ヤードですけど、はい、まあ、スプーンで打っていいショットしたら、まあ、230ぐらい飛んで、はい、残り70ヤード、はい、まあ、最高じゃないですか。最高ですね。でもスプーンの当たり確率ってそんな230ヤードってね、まあ、悪いですよね。悪いじゃないですか、はい、でまあほとんどの人だと、まあ、ユーティリティとかアイアンの方が多分当たると思うんですよ、はい、でユーティリティで打って190ヤード飛ぶとしましょう、はい、110ヤード、まあ、3度からピッチングになるだけじゃないですか。まあ確かにそうですね。ね、そうだし、はい、まあここのホールに関しては手前の大きいバンカーがあってさ、確かにスプーンでまあ入らないとは思いますけど、はい、ちょっと寒かったり凍ってたらそうね、コンコン行って行っちゃうしさ、はい、まあ、あんまり近くまで行くとね、やっぱり球を止めないといけないから、まあ、70ヤードでさ、球止めるっつったら、はい、まあ、お茶人たちやっぱり難しいわけ。確かに3ドルで70ヤード飛ばないかもしれないです ね。だったら、まあ、ピッチングとかさ、はい、9番ヤンぐらいで気楽に打った方がまあまあいいんじゃないかっていうのはやっぱあるんですよ、はい、で、まあその辺をね、ちょっと皆さんにもう一回考えてもらって思うんですけどね。まあ僕はやっぱり3打目の距離を意識した方がいいと思うんですよ。そうか、じゃあどうせ届かないなら、そう何ヤードで刻むかってことですね。そう、何ヤードを打つかを、それは打てないことももちろんあるけど、はい、何ヤードを3打目で打ちたいかをやっぱ考えないといけないから。なるほど。そう、まあ、ピーチにもよるしさ、はい、うん、だ150ヤードが得意だって言ったら150ヤード残せばね、150、150でいいってことですね。でもいいと思うんですよ。自分の、まあ、一番練習してるクラブが8番だとしてね、はい、140ヤードを打てますって思うんだったら、はい、まあ140ヤード残した方がさ、グリーンをヒットできるかもしれないじゃないですか。確率がいいとですね。そうだから何ヤード、あとまあここは今300ヤード以上あって、はい、スプーンで打ってもそのまあ残り70とか80残りますけど、はい、まあ250ヤードとかさ、はい、の時にまあスプーンで打ったらまあ30ヤードまで行くけど、バンカー越えとかになったら難しいじゃん。難しいですね。だったら100ヤード残した方がいいじゃないですかって。そうですね。でも言って気持ちがある、ね、気持ちあるんですよね。まあこれからの時期もそうだし、はい、まあ夏とかもそう、もちろんそうなんだけど、やっぱりピン位置とかロケーションによっては、はい、ちゃんとこう残す位置を考えないと、残す距離をね。そういうことですね。そうです。難しくなるんじゃないかと。確かにこれスプーンで、はい、打つとこめっちゃ狭いですね。そう、ここからで言うとさ、まあスプーンで打ってさ、はい、まあ残り70ヤード、70ヤードになった時にピンが右の手前でさ
左のラフ行ってごらんよ。どうすんのよ、もう。確かに無理ですね。止めないし、手前のバンカーも気になるし、めちゃむずいじゃん。無理ですね。だったら110ヤードとか残してピッチングでさ、打った方がさ、球は止まるし、まあ、多少さ、まあ、ミスしても、ね、乗るけど、70ヤードから、ダフなんかやったらさ、なんか目玉ですよ。メンタルやられるっすね。メンタルもやられるじゃないですか。その辺をね、やっぱり皆さんにね、もう一度考えてもらいたいなと。確かにそうですね。ということで、ちょっと、まあ、これ今、まだ、こうボールはいっぱい出したんですけど、はい、まあ、打ってもらおうと、まっちゃんに。なんか、まっちゃんにスプーン。まずスプーンですか。今、これ、ここ、まあ今さ、今日まだスプーン一回も打ってないじゃん。いやいや、もうこう当たんないですよ、当たんない。でも、アマチュアの方って、ほとんどそうだと思うんですよ。あ、この当たんない状態だったんですね。そう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 。はい、この毎日ゴルフやってるまっちゃんがスプーン打ってそもそも当たんないのにみたいなの絵が欲しいんですよ。ちょっと今から脱ぐんでちょっといやいや、そのままで、これグリーンで今ね管理作業やってますけど、まあ届かないと思うんで、そうですね、ちょっとスプーンで当たんないもうちょっと後ろからじゃあやりましょうか。万が一行って、まあ30ヤードまで行ったらあれなんで、こっちでいいですよ。もっと左側でいいですよ。こっちでいいですか。はい、ここからさ、まあ狭いしさ、で、まあ右は気をつけないといけないからね。いや、そもそも当たんないですよね。でもアマチュアの人はもっと当たんないのにスプーンとか持つからね。確かに。はい、ちょっとじゃあ行ってみますよ。行ってみましょうか。はい、頼む、フェアウェイ行ってくれ。まあ当たってフェアウェイ行ったけど、まあ結局下水あたりでさ、最高出ちゃいました。220ぐらいかな。で、これでさ、まあちょっとドキドキしながら打たないといけないじゃん。いや、結構ドキドキしちゃう。これまちゃん、まあ今日ちょろって池入ったらどうしよう。ちょろって、まあそうだね。今日まちゃんユーティリティ持ってきてないからさ、はい、僕の5番やんを。それも難しいっすね。いやいや、でも5番やんはまちゃん、あのこの間練習で打ってたらさ、結構バシバシ当たってたから。本当ですか。はい、やっぱりまっちゃんぐらいになるとさ、はい、俺がちょっとなんかこうやってあげたら簡単だね、すぐにこやかになるね。まあ、いい気分になりますね。いい気分になるね。5番アイアンとスプーンじゃさ、えらい違うじゃん。えらい違う。狙い場所も狙い場所もね、広くなりますね。広くなるし、うん、ちょっと、はい、行っていきます。残り100ヤード、ちょっとね。おお、もう完璧じゃん。行けましたね。いや、打てるよ、まっちゃんのスイングだと。これ今110ヤードぐらい残ったと思うんですけど、120か。いいアイアンですね。いいアイアンです。それは僕が使ってるんですか。やっぱりね、はい、そんなボケいらない。見てなかったっす。ちょっとやっぱりさ、ドキドキするし、はい、スプーンだと。でも5番アイアンとか、まあ皆さんだったらユーティリティとかになるのかな。はい、だったらさ、広いしさ。いや急になんかやっぱスプーンだと狭いんよ。ここに打つじゃないですか、このフェアウェイに。そうですね。でも5番アイアンだと結構広いところに打てますから。左行ってもいいやみたいな。そうなんですよ、左行ってもラフまで行かないんです。そうですね。その辺をね、やっぱりちょっと考えてやると、はい、マネジメント的にはあ、まあ、いいんじゃないかなと。なるほど。これね、まあコメントでもいただいてたんですよ、まあ、ロングのセカンドで、ね、結構アマチュアの人はミスしちゃうんですけど、プロはどういう考えなんですかっていうふうに聞けたんで、はい、まあもちろんね、ピンまで250とかだったら、はい、まあ、僕なんかやっぱり多少危険があっても狙っていくし、まあ、届く可能性があるってことですね。そう、届く可能性があったらやっぱ狙っていくっていうのは、はい、やっぱり僕先輩たちからも教えてもらってるし、昔はね、よく刻んでたんですよ、はい、ちょっと固くいこうと思って。あ、そうなんですか。でもやっぱり岩をね、やっぱりそれぐらい狙っていかないとツアーでやれないよって言われて、で狙うようにして、まあ結構大怪我してます。でもね、やっぱり僕らは届く可能性があって、イーグル取れる可能性があったらやっていくんで。和子さん、一つ質問あるんですよ。はいはい。まあここのパー5が、はい、まあ500ヤードとするじゃないですか。はい。で、ティーショットスプーンで打って、はい、なんです、ちょうど届く3回ティーショットドライバー、はい、スプーン、はい、スプーンで3回で乗る距離なんですよっていう方がいるとするじゃないですか、うんうん、その人は諦めて4オンさせた方がいいんですか、それとも行っちゃった方がいいんですか。まあいいショット、まあどうだろうね、その3打目で、うん、3打目もスプーンなの、3打目もスプーンみたいな人いたら、うん、マネージメント的にはちょっとこれ話ちょっとずれるんですけど、うん、まあそうですね、そういう人も絶対いると思うんですよ。まあいるよね、はい、だからそういう人はさ、やっぱり確率いい方取んないといけないわけですよ。
その状況を見て、そう、もちろん状況を見て、はい、まあ全部同じ条件でめちゃくちゃライが良かったら、はい、もちろん行った方がいいです。あ、でもライがねやっぱり悪かったりしたら、はい、やっぱりその次のことを考えてね。あ、じゃあその刻んで4打目で行った方が、4打目で乗せて、まあ僕らはいつも言ったらミスした後もさ、はい、ワンピンのパーパット打てれば、ワンピンのパーパット打てるようにマネジメントしていくからさ。なるほど。だからその辺はやっぱり、まあ、この状況、はい、このホールで3打目スプーンだともう刻んだ方がいいね。あ、3打目スプーンでヒットする確率って相当少ないと思うから。確かワッホーさんが250でギリギリ届くスプーンでも大怪我してるってことは、大怪我してるし、アマチュアの方が220ヤードスプーンで乗る確率って俺が250で乗せるより厳しいと思うなるほどなるほど、じゃないですか。そうっすね、確かに精度で、そもそもね、精度で考えると俺が250ヤードよりアマチュアの人の220ヤードの方が乗らないと思うんですよそうか、そうっすね。だとね、やっぱり刻んだ方が、そうか、じゃあ そこでダボにしちゃうんだったら、はい、もしかしたらパーも取れるかもしれないけど、まあボギーしょうがないみたいなマネージメントを、そうそう、なるべくやっぱりワンピンのパーパットをね打てるようにマネージメントした方がいいと思いますけど。じゃあそんなことでほとんど僕喋ってましたけどまあほとんど僕は映ってましたね。まあそうっすじゃあちょっと最後にね、天勝さん、じゃあちょっとスプーンないんですか今日。ないんでドライバーで打っちゃうんですか。ドライバーで打つんですね。違うんですよ、それ今じゃあ最後まっちゃんドライバー打ってよって言おうとしたのよなんすかその全部僕に任せようとしたんですね。ドライバー一回打ってないんじゃないよいや僕たちほとんど動いてないんで、これこれ激ムズじゃないですか。やっぱりね、狙わないとダメよむちゃくちゃですよ直ドラ冬の直ドラよやっちゃいけない左の斜面、やっちゃいけないし5番で打ったのと変わんないっすっていうことなんですよ。なるほど。ってことはワッホーさんがやっても、はい、まあ皆さんのスプーンよりは多分当たるじゃん。これ当たりますね多分。まああと 2,3 回打ったらやっぱ打てると思うんですけど、はい、皆さんのスプーンより僕の直ドラの方当たると思ってるのにあんな変なとこ行っちゃうんだから。確かにそうですね。しかも練習で、あ、試合じゃないですもんね。そう考えるとやっぱ確率めっちゃ悪いですね。確率めちゃくちゃ悪いですよ。だからその辺はねちょっと注意というか、まあもうちょっと考えてゴルフすると1打2打ね、あ、ロング4つでさ4打変わったらえらい違いよ。確かにそうです ね、あの90切れないでしょ。90切れるってことですもんね。そうですよ、はい、確かに。まあそういうのをねちょっと気にして、はい、マネジメントしてみたらどうでしょうか。僕からは以上です。うわ、僕今言おうと思った僕が、はい、僕から以上ですって言おうと思ったんですよ、はいはい、先に言うんすね先に言うんす、僕から以上なんでじゃあまたね、はい、なんかあったらコメントください、いろいろね。わかりました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。